こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。5 minute update。 この番組では魅力的な方との対談から毎週 Q&A をえりすぐってお届けしています。約5分で完結するので、隙間時間に聞いていただけたらと思っています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、今月のゲストは医師の堀田治さんです。今週はこちらの Q&A をお届けします。鼻うがいって簡単に言うと正しい方法とか器具とか どんな感じなんでしょうか？一番簡単なのは100円ショップで、はい、あのサラダのドレッシングに使う容器が ありますね、はい、あんなのに塩水入れて使えば一番安上がりですね。そんなもん。ただまあ幸い日本の場合はですね、はい、いろんな鼻うがい器具が販売されているので、はい、それを使っていくのがいいと、うん、簡単でいいと思います、うん、日本に比べると外国の方が鼻うがいっていうのはやってる人が多いんですね、例えば日本その鼻うがいの、はい、鼻うがい器具のですね、はい、シェアって言いますか、売り上げから計算すると、はい、アメリカと比べて日本の方が普及率は10分の1ぐらいなんですよ、はい、だから外国でなんでそうかっていうと、はい、日本だと風邪ひくと、はい、簡単に近くの、クリニックに行きますよね、かかれるじゃないですか、はい、ところがアメリカの場合はそうはいかんですね。医療保険が。そうですね。なのでまずセルフケアということが日本よりはずっと、はい、しなきゃいけないし、はい、進んではいるんです、うん、国産ではなくて外国製のものも日本何種類もあるんですけども、はい、やはり国産の方がですね、はい、このノズルが日本人の鼻に合ってるんですね、はい、まあ、だから国産のものの方がそういう点では使いやすいかもしれませんけど、パーセンテージは約生理食塩水っていうのが 0.9% なんですけど、それが一番この人間にはね優しいってことになってるんですけども、鼻うがいの基準を考えると、例えばその塩の濃度が濃い方が、例えばむくみを取るとか、あるいはこの鼻うがいの時に使う塩の塩素がですね、抗ウイルス作用があるということも知られてまして、だから濃い鼻うがいの方が効果があると理屈としてはそうですね、いうことになります。なのでまあ 1% 通常は 1% ですけども、まあ風邪ひいた時なんかはその倍ぐらいの量を使った方が効果はあるだろうということは言えると思いますね。例えば水は浄水じゃなきゃいけないとか、水道水でいいけど一回沸騰させなさいとか、冷たい水はダメだよとか、うん、外国であればやはり水道水はまずいと思うんですけど、はい、アメリカの報告なんですけど、その鼻うがいをして、この通常のね水で鼻うがいをして、はい、アメーバ性の髄膜炎になって亡くなった症例が報告されてるんですよ、はい、で、まあ、そんなこともあって一般的には沸騰した水を使いましょうっていうのが、はい、まあ、一般的なんですけども、ただその手のアメーバもそうなんですけども、はい、塩素に弱いんですよね、はい、で日本の場合は水道水が塩素消毒されてますので、まあ、飲水に使っていい水であれば、はいはい、私は問題ないんじゃないかと思います、うんうん、まあ、一般的にそのドクターは、はい、一度沸騰したものを使ってくださいって勧めるのが、はい、これ一般的なんですけども、はい、ただまあ今のこのコロナのね、うん、状況を考えると、はい、ちょっとこう人混みに、うん、ちょっとしたことでそういう感染のリスクが上がるような出来事に触れることが多いと思うんですよね、はい、まあ、そんな時にすぐできた方がいい、はい、簡単にできた方がいいということを考えると、はい、私は水道水でいいと思っております。温度は人肌が一番いい
いやそれはですね使用感がいいんですね、はい、温度の温度でどれだけその効果が違うかっていうのは、はい、まあこれ論文もあるんですけど、それはあの差が出てないんですね。あ、そうなんですね。だからあくまでも使用感というところで、はい、だから40度ぐらいがですね、うん、あの使った感じはいいと思います、うん、いや堀田先生のお話を伺ってからすっかり鼻うがいにはまっています。正直鼻うがいは僕の両親が数年前から実践していたこともあり、たまにやってはいたんですけども、どうやったらいいのか、器具は、水温は、濃度は、なんて形から入る僕としてはですね、そっちの方が気になって、なかなか習慣化しませんでした。ネットにはたくさんの、ね、方法もあふれていますし、ただ、今回の先生のアドバイスのおかげで、ようやく安心して実践ができるように、なってきました。やはり、お話、特にこう体にまつわる、こういうお話はやっぱりその道の第一人者に、直接、お話を伺うに勝るものはないと、感じています。5 minute update。 この番組は僕が運営するインタビュー音声マガジンライフアップデートアンリミテッドからとっておきの Q&A をえりすぐってお届けしています。堀田先生のインタビューを、フルで聞きたい方は、このライフアップデートアンリミテッドのサイトをチェックしてみてください。来週も引き続き堀田先生との Q&A をお届けしますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお目にかかりましょう。早川洋平でした。